カサバトリョは、スペイン、バルセロナにあるアントニーガウディが手掛けた、建築物の一つ。2005年に、ユネスコの世界遺産に登録された。カサバトリョとはスペイン語発音によるもので、カタルーニャ語では、カザバリョと発音する。バリョウ亭。バルセロナ、アシャンプラのグラシア通り43番地に位置する、カサバトリョは、1877年に建設された。 建物である。大繊維業者、ジュゼップ・バッリョイ・カザノバスの依頼を受け、1904年から1906年にかけて、ガウディはこの邸宅の改築を行った。この改築でガウディは、建物に5階と地下室を加え、玄関広間を広げ、階段や内壁を作り直し、各部屋に曲線的なデザインを持ち込んで、タイルやステンドグラスの装飾を施した。 この邸宅の造形には、様々な説がある。第一に、屋根の一部が丸く盛り上がり、まるでドラゴンの背中のように見えることから、カタルーニャの守護聖人である、サンジョルディの流体時の伝説をなぞっているという、解釈である。この解釈によれば塔は、聖人の構える槍とされる。カサバトリョには、ファサードの石柱が骨を想起させることから、骨の家というあだ名もあるが、 流体自説によればこの骨もドラゴンの犠牲になった者たちの骨と理解されている。第二の解釈は屋根をアルルカンの帽子に見立て、ファサードのバルコニーは仮面をジュゼップ・マリア・ジュジョールによる様々な色の破砕タイルのモザイクが祭りの紙吹雪を表しているとする社肉砕説である。体内でガウディは自然光を効果的に取り込み、そのタイルの濃淡を変えている。 これらの光と色の効果により、海底洞窟をイメージして作られたとする説もある。ガウディがカサバトリョのためにデザインした家具のうち、机とベンチについては、それぞれ一つずつ丁内で見ることができる。残りの作品はカタルーニャ美術館が所蔵している。カサバトリョは曲線を特徴とするモデルニスモの顕著な作例とみなされている。このことから、 1984年に世界遺産となったグエル公園やカサミラに追加される形で2005年アントニガウディの作品群の一つとして世界遺産に登録されたこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録されたデジタル大事船の解説ことバンク2018年9月6日閲覧 アンスティッチュミュニシパルデルパソトジュアーバー、アイラクオリタットデビーダ、ルタデルモダニスム、カーザバティ TBS 世界遺産、第552回、アントニーガウディの作品群2。ありがとうございます。